気候危機を記憶する発信型ムーブメントレコード1.5 Record 1.5 ニュースです。 1.5 ポッドキャストでは普段語り尽くせない山田と鈴鹿の心の内と視点をモヤモヤたっぷりで共有していきます。収録日は2023年12月26日。危機は気候か環境か、それとも。皆さんこんにちは。レコード 1.5 共同代表の中村鈴鹿と山本大輝です。はい。本日は共同代表2人が配信を担当します。はい。寒くなってきましたね。本当に。冬本番という形ですが、寒くなったら恋しくなるものはなんか山大さんあります？そうですね。まあ、なんか、夏は暑かったの嫌だけど、もう少しやっぱり暖かい日が、来るといいなとか思って、体温めたいなって思うんで、恋しくなるものね。うん、まあ、やっぱり昔はなんかこたつとかが、うちにあったんですけど、なんかここ数年こたつ文化がうちから消え去ったので、ちょっと答えとしてあったらわかるんですけど、こたつ恋しいなって思ってます。ああ、いいですね。私も、海外から来た友達、海外ルーツの友達が、こたつに入って、もう、すべてこたつで用を済ませるために、いろいろ周りに物を置いてるのを見て、すごい世界共通なんだな、っていうふうに思いました。そうね、ダメにしますからね。ね、本当に。あれで一日終わるからね。うん、本当に。私は、鍋が恋しくて、うん、しかもみんなでつつく鍋が恋しくてですね。私は一人暮らしをしているので、やはりみんなで何鍋にするっていう話から始めて、みんなで決めて数人でつつく鍋を今年したいなって思いました。それが恋しいですね。なるほど。なんか囲んで楽しめる鍋って、なんか夏もできるけど、やっぱ冬にやると特別感ありますよね。いや、そうなんですよ。あんまりなんか最近やってない。僕も やってるかな、たまにやってるか。うん、うん、家族と暮らしてるとね、やること多いけど。そうだね。一人だとね、うん、一人鍋はしないんですか？いや、するんですけど、でもやっぱり寂しいんですよね、ちょっと。なるほど。そう。みんなでいろんな具材を、やっぱりみんなでいた方がいろんな具材楽しめるしっていうのもあるので、うんうんうん、ぜひ、皆さん、噛み締めて、もしね、みんな鍋を囲んで続く人がいるなら噛み締めて、私の分まで楽しんでください。はい。それではポッドキャストの感想はハッシュタグ聞く聞き、カタカナで聞く聞きをつけて、ぜひツイートやシェアをお願いします。多分誰も覚えていませんけど、ぜひつけていろいろな感想をお寄せください。はい、多分最後ですよね、今年ですね。はい、ちょっと聞く聞きが一応1年間やろうっていう風に始めたやつだったので、これが最終回になるんだなっていうそうですね、本当1年経とうとしてますが、1年もうちょっとかな？ 1 年経った？ちょっと待って、聞く聞き自体は別に去年からやったのか。わかんないな。わかんないですね。どっから始めたんだっけ、あれ。あれ？でも今年いっぱいできたのがね、無事に私も山本大輝も生きて過ごせたっていうのが奇跡だなと思いつつ。伸びたという意味で。はい。今回も振り返っていこう。いろいろ振り返っていければなと思います。はい。それでは早速 COP28 について振り返っていきましょう。私たちが注目した主な成果は、今回ね、グローバルストックテイクが初めて行われたんですが、 COP28 内で。そこでですね、なんと やはり今のままでは削減量は足りないよっていう成果も発表されましたね。現状ではパリ協定の 1.5 度目標は到底実現できず、30年に温室効果ガスを2019年比で 43% 削減、35年には 60% 削減をすることが必要ですと。ちょっとね、これは単純に比較できないのであれですが、まあ全世界でこの数字ってことは、やっぱり日本でもちょっとまだまだ 46% という数字では足りないのかなって思いつつ、まあもう2030年も近づいてきていて、まあ順調にね、今日本は排出源
削減を進めているので、もしかしたら 46% もっとできるんじゃないかなって思ったりしなくもないですが、そこちょっと動向を見ていきたいなと思います。はい。で、グローバルストックテイクの中では他にもね、どういういろんな成果がありました。2030年までに再エネ発電容量を3倍、そして省エネ改善率を2倍にすることであったり、削減対策なしの石炭火力発電の削減の加速、そして化石燃料からの脱却という成果がありました。はい、はい、損失と損害については世界銀行のもとに設置をすることや、先進国が立ち上げ経費の拠出を主導する一方、公的資金、民間資金、革新的資金源などのあらゆる資金源から拠出を受けることがなどが決定しました。ちなみにですね、日本も基金の立ち上げ経費として1000万米ドルのプレッジ、いわゆる誓約を表明をしています。はい、という形が私たちが注目する成果でした。山田はCOP会期中に気になった動向や成果はありましたか？そうですね、僕あの、今言っていただいたのはどれも気になっていくらけ持ったのは、あの、日本の、削減目標、現在の2013年比で30年までに 46% 削減、50% の削減の高みを目指すというのがあると思うんですけど、これ、実は、自然エネルギー財団の、あの、今年の多分頭の方、上半期に出していた、あの、文書だと、2013年比 46% 削減は2019年比では 37% 削減にとどまるというようなことをがあったりとか、まあ、なのでそもそもこれにすら達していないではないかということもあるわけですよね。まあ、なので、あの、削減、やっぱりその緩和やっていくってことが一番、なんていうか求められていたと思うし、化石燃料のについても今、通貨から脱却っていう、あの、表現があったと思いますけど、これ英語をどう日本語訳するかっていうのがすごく難しいっていうか、草案の段階では、あの、化石燃料に関する記述ごと消えるみたいな、あの、こともあったりして、あの、廃止を求めている国々もいる中で、まあ、NGO も求めていた中で、あの、まあ、この、折衷案というか、になったんじゃないかみたいな評価もあったり、あの、まあ、脱却、こう、あの、行動を加速していくみたいな、多分表現も結構記事とかで多かったと思うんですけど、ではここは注目されたと思うんですよね。ただ僕自身が注目したのはロス&ダメージ、ファンド、損失損害の基金について、前回の COP27 でその基金の設立が合意して、今回その具体的な中身がどうなっていくかというのが、あの、注目されていたと思うんですけど、詳細ルールが、11月30日ですね、初日に、あの、決まって、まあ、この初日に決まったということ自体が少し多分注目されていて、11月30日とか12月1日の結構ニュースにもなっていたと思うんですけど、あの、まあ、このタイミング、この一番最初のタイミングで、日本を含む、あの、先進国の多くが、拠出する金額を、あの、制約したと、あの、表明した金額がありまして、まあ、日本は1000万ドル。で、開催国 UAE は1億ドル。で、EU は2億4500万ドルとか、あの、あるわけなんですけど、まあ、これが、あの、不十分なんではないかという声も同時に聞かれたのかなと思います。で、この資金に関しては、これまで気候資金とかね、あの、あったと思いますし、その緩和適用に関する資金というのがあった中で、今回も、あの、損失損害に関しても、あの、気候資金、同様全然足りてないっていうことになってしまったのは、まあでもなんていうか、そうやって議論する土台ができたのはすごくなんていうか進歩だし、あの、詳細ルールができてっていうのは進歩なんですけど、まあ、あの、これも義務ではなくて先進国中心自主的な資金拠出を求めるものになっているので、やっぱりあの、批判をしてこう押し上げていくしかないという部分があるのかなと思います。それですごくね、あの、僕が会期中に、あの、12月11日に、出ていた、ザ・ロサンダーメージコラボレーションという市民、まあ、グループというか、が、あの、出していた、図で面白かったのが、あの、有名なサッカー選手の、2023年の収入
年俸だけじゃなくてですね、いろんな、多分いろんな年俸以外の収入も含めた金額なんですけど、有名なサッカー選手の、お金と、このロスダメファンドの各国の拠出表明した金額を比較したグラフがありまして、一番上にクリスティアーノ・ロナウドがいて、次にメッシがいて、次にネイマールがいて、3人ともすごい金額なんですけど、ロナウドが260ミリオンなので、いくつだ ?2 億6000万ドルかな?っていう金額で、さっき言ったEU の総額よりも多い、おそらく、金額になっていたかな、当初の金額では。まあその後多分各国が拠出表明してるんで増えているのかなと思うんですけど、そのフランスとかイタリアとか UAE とか結構多い方なんですけど、そういった国々もネイマールにも届いてないっていうやつ。これぜひね、ちょっと見ながら聞いてほしいので、貼っておきますが、概要欄の方にこの記事のリンク貼っておきますが、それだけじゃなくて、世界トップ10のサッカー選手の合計の収入が、9億6100万ドルになるそうで、で、一方でロスダメ最終日までに各国の表明された総額というのが7億7060万ドルというふうな数字があったので、まあ全然、なんていうか、個人に対して与えてるお金よりも多いっていうのはすごく衝撃かなと、すごくアンバランスな世界の現実があるなというふうに思いました。で、この記事では化石燃料産業との比較であったりとか、あとは必要とされている、そもそもどれぐらいのロスダメファンドが必要なのかっていうのを、この機関がし、あの、調査し、研究して、出している数字が、あって、まあ、そことの比較とかもあったりして、まあ、全然桁がもう4個も5個も違う桁なんですよね。例えば化石燃料産業との比較であれば、2022年には世界最大の石油会社、1、2、3、4、5社ですね、の利益を合計すると約2000億ドルになるというふうに言っているので、まあ、全然やっぱり、スズメの涙の金額なんじゃないかっていうのはあって、今後この、まあ、金額もなんですけど、お金に、として換算できない、なんていうか被害というかあるわけですよね。なので、まあ、お金が全てではないですけど、もっともっとここに対して次のコップだったりか今後の、なんていうか議論の中でちゃんと検証され続けていく必要があるなというふうにすごく思ったところです。はい。そうですね。まあ、これまで、ロスダメの話をしてきてもらってあれなんですけど、でもやはりなんかロスダメ、いわゆる損失損害って、もう起きてしまった、失われてしまったものに対して支払われる金額であって、やはりなんて言うんでしょう、文化であったりだとか、いろいろなものって失ったらもう取り返せないものってたくさんある。命もそうですし、そういう意味では本当に金額で済ませていいのかと考えつつも、でもそういうね、金額もお金もやっぱり今の状況では必要とせざるを得ない状況にあるっていう、この気候変動の深刻さをすごい表してるんだなっていうふうに思うし、今のサッカー選手のね、例もすごい私は衝撃的で、まあサッカー選手じゃなくて野球選手もね、比べれば日本では、まあ最近ある方がすごいね、お金をもらってて、私もびっくりしたんですけど、それに到底及ばないって思うと、ちょっとびっくりしますよね。そうですね。もちろんその個人が悪いとかそういうことはないんですけど、やっぱりそういうところにばかりお金が集まってくる。なんかものすごい格差の社会を目の当たりにしてる感じがあって、これは賠償金なので、やはりそのなんていうか、もちろん、お金を出すというのは、それ自体は評価されるべきことなんですけど、まあ、支援とかと違って、で、そこにものすごく加害があってのお金なわけですよね。なので、より強く求められていく必要があるし、まあ、強く求められている現状がちゃんとその国内でも伝えられる。多分この1000万ドルみたいな数字を知ってる人自体がまず全然いないんじゃないかっていうふうには。個人的には日本の1000万ドルはすごく少ないって感覚的に思ったので、アメリカも1750万ドルなんですけど、なんか UAE が1億ドルで10分の1かみたいな日本は。すごく、日本は排出大国なのになんでなんだろうなって思いますよね。
ですね。あと、どういうふうに今後出されるかちょっと気になりますね、そのお金がね。そうですね、どのようにしてだったりとか、来年、再来年って一応4年間っていうふうに言ってるので、今後どうなるか、総額がどうなるかっていうのも気になるところです。はい。では、次に鈴鹿がコップ会期中に気になった動向や成果を教えてください。はい。私はやはり岸田さんが今年は COP28 に現地で出席をしたことだと思うんですね。なぜかというと、バイデンさんも出席をして、バイデンさんであったりだとか、イギリスの首相もね、出席をしてなかったにもかかわらず、岸田さん今回は行くんかいっていう、ちょっと驚きだった点です。っていうのと、あとやはり主に、これから言う内容が発表されたんですけど、例えば新規の国内石炭火力の建設を終了することだったり、途上国支援で90億ドルの融資余力拡大の用意があるっていうことを言いました。で、なんですが、まあ、この新規の国内石炭火力の建設終了については、山田さんもね、いろいろ注目する点があるとは思いますが、今回ね、新規のですからね。これからの石炭火力をどう扱っていくかっていうわけではないっていう、ちょっと、なんて言うんでしょう。発表段階にしては、まだまだ、なんて言うんでしょう。進んでいないのかなっていう、石炭火力発電のフェーズアウトを求めてる人が結構気候変動の中で多い中で、まだまだ足りてない発表だったのかなっていうことで、注目もあんまり集められなかったのかなっていうふうに、存在感が薄いと報道されていましたが、そういうふうに私は思いました。注目していました。で、その中ですね、本当は COP 会期中にですね、COP 会期前ぐらいかあたりからですね、COP28 開催前まででフランスや米国、アメリカが主導して近く立ち上げる石炭火力発電を禁止する有志連合に参加するかもという動きが見られましたが、結局参加を見送ったということでした。このね、石炭火力発電を禁止するっていうところという意味では、やはりいつまでに廃止をして、そこまでに公正な移行という、公正なジャストエナジートランジション、公正なエネルギーの移行があるよっていうふうに示されてっていうことが、私的にはね、車の中のラジオでこのニュースを聞いたので、おお、日本もとうとうやるのかと最初思ったところだったんですが、残念ながら参加を見送ってしまったところはね、ちょっと悲しかったかなっていうのが私の注目点でした。なるほど、そうですね。やっぱ石炭に関しては、今回も化石賞で、日本が石炭火力を、今後も使い続けようとしていることに対する、批判があったわけですけど、この新規の建設終了っていうのは、聞こえは、一瞬いいし、多分よく知らない人にとっては、あ、日本は石炭やめるんだって思うと思うんですけど、全然そんなことはない。てか、当たり前で、新規を立てないのは当たり前で、そうではなくて、既存も含めてやめていかなければいけないっていうのを、もう何年も前から言われ続けてきて、G7 の中で日本だけがそれをに対して、こう、いまだに阻み続けていてっていうことに関して何も変わってないので、なんていうか、こう、なんていうか、胸を張って言えるようなものではないと思うんですよね。なので、現状石炭火力は、その新規建設終了とは言いつつも、新しくリプレースされた、ところが稼働開始している火力もあったりするような現状が、具体的に言うと横須賀とかもそうですけど、いうことがあるので、まあ、全然その、だし、このやっぱり、有志連合の話は僕もその鈴鹿から多分聞いて、で、そうなんだとか思ったら、やっぱり行かない、入らないみたいな話とかも、ええー、みたいな、と思ったので、やっぱり石炭にばっかり固執してたらっていうなんかのもあると思うんですけど、やっぱり言わなきゃいけないなっていうのは今回も思いました。ですね。まあ、本当に会期中にもいろいろありました。COP28 でしたが、今回成果のみではお伝えすることのできない現地の熱を現地参加したゲストさんからお聞きしたいとこれから思います。はい、後半もぜひお聞きください。早速ゲストの方をお呼びしましょう。高田洋平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。
今回、高田洋平さんにはですね、ちょっと3とかつけるのも変なんですけど、COP28 に現地参加をされていたユース、若者として、ご自身でも SNS で発信をされていたりとか、去年の COP27 にも現地参加をしていて、僕たちもいましたが、一緒に現地でも活動、動きを同じくしていた時もあったので、去年と今年の違いだったり、今年、現地でどんなことを感じたのかっていうのを少しお聞きしたいと思って、来ていただきました。自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、今、九州大学の2年生の高田洋平と言います。普段は、Fridays for Future 効果という、ところで、気候危機について、地元で、こう、活動してるんですけど、今回は、レッドストリングオブクライメット、気候危機の赤い糸、みたいな感じですかね、訳すと。っていうプロジェクト名をつけて、COP28 に、参加をしてきました。で、現地でこう、活動について今回話しようと思うんですけど、山田ともこう、フライデーズで同じ時期だった時とかもあって、こう、活動してよく知り合ってる。で、去年も一緒に行ったしっていう形で、はい、そんな感じですかね。そうですね。なんかお互い高校生だった時から活動を共にしてたと思うので、もう多分だから4年弱ぐらいもう経つ、3年半、それぞれ3年半ぐらい前の時に多分少し活動が一緒だった時あったような気がしますが、はい。今年 COP28 には、去年はね、フライデーズからも、複数名の参加があったと思いますが、今年は一人で、だし、フライデーズとしてというよりかは個人でっていうような、スタンスを取られてたと思うんですが、最初にですね、まずは、今感じている危機感について、COP28 を終えて感じている危機感、教えていただけますでしょうか。はい。僕が今感じてる危機感は、変えられるのか、変えられてしまうのか。で、これ、多分、すごい漠然としてるんですけど、もう少し話すと、すごい、COP の内容で再エネ3倍とか、省エネ2倍とか決まったんですけど、これを、国内政策でやっぱやらないと意味がないと思ってて、で、それを決める、この国の日本のエネルギー基本計画っていうのが2024年あるんですけど、それが、COP でもこう、化石燃料の、企業の人によって文章表現が弱められたように、こう、私たちの意図しない方向、対策を遅らせる方向に変えられてしまうんじゃないか。逆に、こう、市民が声を上げたら変えられるかもしれない。そういう、自分たちによって、このどうアプローチするかによって変えることもできるし、逆に、こう、権力を持った一部の人によって変えられてしまうかもしれないっていう、そうした、なんでしょう、二つの要素で、これから先どうなるんだろうっていうのが、すごく今自分の中の危機感としてある感じです。なるほど。なるほど。本当になんか今回その化石燃料に関する記述というのがどうなるかっていうのが、後半議論が進んでいく中で、最後の方に、割と後半の方に出てきた草案の時には、その記述がなくなっていて、最終的には、一般的に言うと、なんかその二つの、ある種妥協案、その廃止派とそうではない派の妥協をしたみたいな、言われ方もあったりとか、なんか本当にいろんな方向に今回のこの成果を捉えている人たちっていうのはいるんだなっていうのを感じて、そういった、なんていうか、成果みたいなこともそうだし、おそらくその、今回傭兵が現地、前回もそうですけど、感じているのって、シンプルにその、交渉ゲームとしてのトップっていうよりも、もっともっと広い意味で、民主主義だったり、そこに集まっている人々の声っていうのがどういうふうに反映されていくかっていうところにあるのかなという気がするので、そのあたりを、激したいなと思っています。はい。はい。主にこう、海外の活動家、アクティビストって呼ばれる人たちと交流をして、それをインタビューをするっていうことを、まずやりました。
で、まあ、こう、どんな活動してるのかとか、その地域にどんな問題だったり困難があるのかっていうのを聞いて、だいたい、30人くらい、動画撮ったんですけど、で、それを合わせて現地から発信したいなと思いまして、結構リアルタイムで出せればって思ってたんですけど、そこの部分はあまりできなかったというか、すごく毎日が忙しかったので、それをこれからやっていこうっていう感じなんですけど、本当に現地では会場に行って、で、会場に行くと、その、いわゆる交渉だけじゃなくて、市民アクションっていうのが各地であるんですね。で、その場所に行って、約束してた人たちと会ってこう話してっていうのを、COP の期間中は主にやってた感じになります。うんうんうん、現地で今回も、市民アクションがたくさんあったりとか、まあ、とはいえ、去年と、まあ、似たような状況で、もしくは去年よりもひどいかもしれないっていう声もありましたが、その、民主主義への弾圧、まあ、それは政権がっていうことですよね。まあ、今回そのドバイっていう場所では、ドバイというかアラブ諸国連邦では、市民アクションが基本的には許されなかったっていう認識であってますか？そうですね。もう去年とほぼ同じなんですけど、いわゆるブルーゾーンって呼ばれるバッジ、国連が発行したなんか認証みたいなのを持ってる人だけが入れる場所で、しかも国連が場所とか時間とか人数を指定して許可したアクションだけが許されるっていう感じで、基本的に、街中でこう自由な、街頭宣伝とか、マーチができるっていう状況ではなかったなって思いますね。なるほど、ね。今回も割とブルーゾーンの中でしたか、アクションっていうのは。完璧にブルーゾーン以外では来なかったんですけど、で、そのブルーゾーンの国連の認証のもとのアクションっていうのはさらに制限があって、うんうん、その制約の中でもなんとかこう具体的なものをなんか連想させるような形で伝えようっていう工夫がもう随所に見られて、なんかそうした抑圧のある中でこういうなんだろう、ちょっと基地に飛んだっていうか、そうやって少しでも、うん、企業に対しては強くかけようっていう姿には少し何でしょう、目を引くところがあったなっていう感じですね。今回なんか印象に残ったアクションとかどうでしたか？なんか前回やっぱりロスダメがすごかったというふうに記憶をしていて、ロスダメであったりとか、もちろん化石燃料の廃止ってことも求められていたし、なんていうか、何か、一つ決まってるとかもちろんそういうことではないと思うんで、いろんなアクションが多発していると思うんですけど、空気感としてどうでしたか？なんか主に2つ軸があったなって個人的に思ってて、1つ目が、やっぱりこう化石燃料の廃止っていうことは期間中、そして特に最後の2日間は強調されていたっていうのがすごく一緒に残ってて、それもただの化石燃料の廃止ではなくて、First Fair Who Funded Feminist Forever なんですよ。どういうことかっていうと、ただ化石燃料を廃止するだけだと、こう、それに対する資金だったり技術を持ってない、いわゆるグローバルサウスの人たちを、まあ、置いていく形であるし、先進国の、自分の利益のためだけの、再エネ開発だったり化石燃料の廃止になってしまうっていう、その批判から、ファーストフェアフー、迅速に、でも公平に、そして完全に、ディッドフェミニストフォーエバー、資金を裏付けて、そして、なんかマッチョな感じじゃなくて、そして永遠に廃止するんだっていう、そうしたその過程に対する何でしょう、要望っていうか公平性を捨てないでくれっていうメッセージがあったのはすごく印象的でしたね。なるほど。そしてもう一つがやっぱり今起きてるガザ地区での侵攻というところで、パレスチナに対して連帯をするアクションであったり、あるいはこうした、なんでしょう、
占領と抑圧っていうのは気候危機の、まあ、何でしょう、起こしてることと同じ原因だよねっていうところで、もう世界各地で起きているそうしたあの植民地主義の問題に対するアクションっていうのが、まあ、もう一つの軸として結構起きていたのかなという印象でした。なるほどなるほど。そうですよね。今回はその地理的にもあの決して遠くはない、まあ、あの近いかっていうとすっごい近いわけじゃないと思うんですけど、でもあのなんていうか、まさにその人権侵害が起きているとこあの中で開かれている国際会議っていうことで、あの全く避けられない話題ではあったと思いますし、おそらくそういう意味では前回 COP27 でも、パレスチナに関してアクションをしようとした人たちがいたというのはあの記憶しているので、まあ、今回はかなりそういう意味では大きかったのかなと思います。あとなんかロサンダメージのあの青い旗みたいのを上げている様子とかもちらっと目にしたんですけど、ロスダメとかってどうでしたか？ロスダメの基金がこう初日に決まったっていうことでちょっと僕もびっくりしたんですけど、うん、あのそれでも全然足りないんだっていうことで、すごく印象に残ってた、もうアクションロスダメのアクションはもちろん今年もあったんですけど、うん、印象に残ってたそのアクションのフレーズとして、うん、Billions, not millions, fuel the fund now って言うんですよ。ビリオン、つまり、あの、10億、100億、1000億だ。ミリオン、つまり、100万、1000万、1億のくらいじゃないんだっていうことですね。これどういうことかっていうと、あの、今回ロスダメで決まった金額っていうのが全部足し合わせてミリオン。額だったんですけど、実際にこう、うん、あの世界で起きてるあの損失と損害っていうのを全部あの足し合わせるとビリオンのくらいなんですね。だから、うん、あのその基金はすごく歓迎するけど全然額が足りないっていうことで、そうした間にもいわゆるこう化石燃料への補助金として、あの年間で7兆ドル、つまりトリリオンですね。ビリオンよりさらに上がって。7兆ドル出されてる。で、その中で数パーセントでもいいから、ロスダメに出せば、もうビリオンなんてそんな生まれるのに、どうしてこんなにもギャップがあって、しかも化石燃料にまだこんなにお金が流れてるんだ。すごく不公正なんじゃないかっていうことが、まあ、その基金に対する不十分さっていうことはまだまだ訴えられていたというふうに思います。なるほど。今回その、まあ、ロサム前回基金の設立が合意して終わって、今回その中身がどうなっていくかっていうことだったわけですけど、やっぱり、なんていうか、なんていうかこう大逆転が起きているというよりも、まあ、少しずつその基金設立から今度は少額だけれども基金の内容が決まっていくっていう段階にあって、でもあの現に起きている被害っていうのはそのレベルではない、そのビリオンのレベルでっていう、その訴えてか、なんかそういった訴えがあったということだったり、そもそも損失損害についてだったりとか、今回はなんか全然報じられ方がやっぱり相対的にあのなんていうか弱いイシューになってしまった、まあさせられてしまった部分はあるのかなとも少し思ったりしていて、あの NGO の発表とか見てるとちゃんと書いてあったりするわけですけど、なかなかその記事とかにはなっていかないような現実があったりするのは、なんか情報がちゃんと入ってこない、すごくなんかそこもどかしさを国内にって感じたので、現地のその空気感みたいなのも、なんかもう少し伝えていきたいなっていう感じはしますよね。そうですね。確かになんかすでにいろいろ決まったことがある一方で、その、いわゆる細かいプロセスについてすごく、さらに改めて注目していこうっていう中で起きてると思ってて、例えば、その、化石燃料からの再エネの移行にあたって、がこう取り残される労働者がいないのか、そこで新たな搾取が生まれないかっていうことに関してこう公正な意向を求めるものだったり、うん、あるいはこう日本政府も今回化石賞を取って批判されたり、水素やアンモニア、うん、あるいはこう炭素を貯留するあの誤った解決策と呼ばれる本当の
CO2 削減にならない技術に対する批判っていうのも、なんか去年以上にそうしたところにフォーカスを当てる、いわゆるこうプロセスだったり、方法にフォーカスを当てる、アクションっていうのはあったのかなっていう気がしますね。なるほど。ありがとうございます。次に聞きたいのが、パビリオンとかどうだったかなっていう。あまりにひどかったので、ちょっと Google マップで調べたんですけど、ブルーゾーン、その国連のバッジ持ってる人のゾーンだけで、単純に去年の2倍広さがあります。広さ的に東京ドーム9個分ぐらいだったんですけ東ど、京ドーム9個分か。もう歩いて移動するには本当に大変で、もう国も各国やっぱ展示出してて、その雰囲気っていうのはすごい去年と近かったのかなと思ってますね。こう各国がこうアピールに熱心になっているところだったり、まあ、一つなんか注目したっていうか、あ、変わったなって思ったのは、去年チルドレン&ユースパビリオンっていう、こう若者と子供のパビリオンがすごくアクティビストたちの拠点になってたっていう、なんか山田もそう思ってた気がするんですけど、今年はさらに、シビルソサエティハブ、市民社会の拠点だったり、あるいは、エンターテインメント&カルチャーパビリオンのエンタメと文化のパビリオンとか、あと、山田にもやったクライメートライブ。クライメートライブのパビリオンができたり、なんかこの市民社会セクターのパビリオンっていうのが、なんか去年のそのチルドレン&ユース一局からいろんなとこに分散したイメージがあって、なんかその、いわゆる活動アクションに対するアプローチっても多様化してるんだなっていうのをちょっと感じましたね。なるほど。なんか多分ブルーゾーン内にいなくても外側でいろんな集まりがあって NGO セクターが集まってなんかこう情報交換をしたりとかするようなところってあったと思うんですけど、なんかそれが内側にこう作られてったみたいなイメージがなのかなっていう気もしたんだけど、どうなんですか？でも本当にそこに行くとみんななんかバナーを書いてて、すごくこう、なんかアーティストの人たちが、なんだ、伝統的な絵を描いてたり、まあそうしたのがすごくこう、言語がみんな話してることは違う中で、一種の連帯感を生んでたっていうか、そうした拠点になっていたのかなっていうのがすごく。パビリオン、あと聞きたいのは、ジャパンパビリオンはどうでしたか？あ、もうなんか去年のセットそのまま持ってきあ、たそのまま持ってきぐた。らいに、全く変わってなかったんですけど、まあ、すごく日本のパビリオンだったり、あと東アジア、中国とか、台湾はないか、韓国とか、技術、科学技術の展示だったり、紹介に重きを置いてるっていうのはすごく共通してると思ってて、まあ、あと気になったのは、あるセミナーに行ったんですけど、そこでは登壇者6人、7人ぐらいいたうち全員が男性っていう、そのジェンダーバランスのところは、まあやっぱり去年に引き続きまだ改善してないなっていうのはすごく感じますね。じゃあその日本のパビリオンも、じゃあ去年と同じくセミナーのブースと企業展示とで構成されてて、まあ去年と似たような企業の展示があってみたいな感じ。そうですね。あと、まあ、パビリオンはすごく、いわゆる、こう、対立してる国が、どちらも出してるっていうこともあって、例えば、まさにパレスチナとイスラエルであったり、あるいは、ウクライナとロシアであったり、そうしたところが同じ会場の中に存在するっていうのは、また、これ変わった、この国連という独特の場なんだなっていうのは思いますね。そうですね。去年はウクライナパビリオンではその戦争の被害に関する展示とかがあったと思うんですけど、今年はウクライナの方とかはどうでしたか？ウクライナでこうダムが攻撃によって破壊されて、
洪水が生じたっていうことが今年あったんですけど、それを表すかのように床がなんか全面水を表していて、こう水没した家の屋根の部分だけがオブジェのように置いてあるっていうのがすごく印象的で、あとこう実際に戦争で焼けたトウモロコシとかがあると、やっぱりなんかこれが今まさに起きていることなんだっていうのは感じたし、そのアクションに行ってもまさにこうガザ出身の人のスピーチっていうのは、なんか本当に胸が痛むとだったり、あと、ウクライナの人ともあったんですけど、なんか、こう、COPに来て、すごく話すけど、それが終わったらまた銃声の鳴り響くような場所に帰らなきゃいけないっていう、なんかそうした残酷な現実っていうのが目の前に広がっているとには少し、なんか、いたたまれない感じがしましたね。あと、原発に関して今回、まあ、交渉関係なくというか、原発に関して、推進してくるのが起きてるのもあったと思う。まあ、交渉の中でもあったのかな。いろんな側面であったと思いますが、その市民社会の反応みたいなのってあったりしました？なんか去年よりすごい原子力の人が多いなっていうのがあって、でなんかこう若者のなんか原子力推進団体みたいなのが、でなんか同じ T シャツ着てる、青い T シャツ着てる人が結構アメリカ中心の団体なんですけど、そういうのがいたりして、なるほど、なんかこうね、白熊の着ぐるみをして踊ったりして、まあそうした影響っていうのはすごく感じた一方で、今回出された原発3倍っていうことがすごく衝撃っていうか、寝耳に水な感じだったんですけど、なんかこれを聞くと、あたかもなんか再エネと原発どっちも3倍だみたいになるけど、まあ実際に現地でそこまで盛り上がってたっていうか、そこまで知ってる人はいない状態というか、再エネ3倍ほどは盛り上がってはなかったし、その署名してる国の数で見ても再エネ3倍が130カ国支持してるのに対して、この原発っていうのは日本を含めて20カ国だけなので、まあ、あんまりこう同等で語るべきものではないのかなとは思いつつも、まあ、その一方でこうした原子力ロビーだったり、まあ、それをなんか、ね、する若者団体も一方でいるっていうところは少し驚きでした。そうですね、なんかこう原子力発電は CO2を出さないから火力の代わりになるんだみたいな言説っていうのは非常に根強いと思うんですけど、でもなんかそれを市民社会が受け入れてるわけではないっていうのは発信していく必要がありますよね。なんか原発に関するその国際的な場ではないからこそ、なんか注目されないからすごくそこがうやむやになってしまうところだと思うんですけど、でも例えば CCS であったりとか水素アンモニア混焼であったりとか、まあ、そういったその不確かな技術に対する批判と、まあ、同じこう並びとしても原発っていうのは、その気候変動対策一点で見てもまあ、ありえないだろうっていうような見方も NGO から非常に多いわけですよね。だからなんかそこを合わせて発信していく必要が多分あるんじゃないかなっていう気をすごくしました。でそのなんか現地で上がっている声っていう中で、なんか去年との違い、なんかまあ結構話もあったと思うんですけど、空気感の違いみたいなのって何か全体を通してでも感じたことってあったりしますか？去年はすごくアクションしてる場所と実際に交渉が起きてる場所が離れてて、なんか声が届いてないなっていう、なんか駆られたような気がするんだけど、なんか今年はすごくこのパーティーって呼ばれるその交渉官たちとアクティビストの距離が近いコップだったのかなっていう気がして、こうアクションが起きてる場所がその交渉がある会場のまさに
前だったりして、なんかそのアクションをやって、その前をどこかの国の、代表団が通るみたいな感じだったので、そうした意味では、すごく、いわゆる、リーダーと呼ばれる人たちとの接触があったと思うし、なんかそうした中での駆け引きっていう意味では、去年以上になんかこう、交渉に対してこうアタックしてるっていう感触がちょっと強かった気はする。うん、なるほどなるほど。やってる感っていうか、もちろんどこでアクションをしてても声は届いてるわけだけども、なんか実体験としてなんかこう寂しさがどうしても何にもないところやるとは違いますよね。で実際にその声がその交渉官とかにも届きやすくなっている事実はあるんだろうと今の陽平の話を聞いて思ったので、そこ大きいなって思います。あとなんか今回そのコップをドバイで開催するってことに関して、27の時もそのなんていうのかな、リゾート地での開催で批判があったと思うんだけれども、その化石燃料の国だっていうことと、あとはすごくその装飾とかもお金かけられているような、まあ、ドバイが非常にお金がある場所っていうのも、まあ、そんなところで開催するのがみたいなのもなんかあったと思うんですね。そのあたりはなんか現地に感じたことありますか？やっぱまあリゾートっていうか会場、もともとなんか2年前ぐらいに万博があった場所で、それの名残っていうか、まあ、去年もあったけど、なんかいわゆる遊園地みたいなところっていうか、なんかこうパーティー会場っていうか、その、なんだろう、交渉よりも、なんかお祭り騒ぎみたいになっているところがすごくあって、さっき言ったみたいに、こう、東京ドーム9個分の広い会場の中で、なんか、こう、キラキラした照明の中で、いわゆるコップが商業主義的な側面を持ってるっていうのはすごく警戒したいところではいますし、また、なんだろう、その、これからコップをすでにしても、なんかそうしたところは見直していかないといけないのかなっていうのは少し感じましたね。実はこれの一個前の、ポッドキャストで触れたんですが、リシブリア・カングジャムさん、インドの、環境活動家の、が、まあ、壇上にこう行って、で今回議長に入っていって反り込みをするというアクションがあったと思います。で去年のコップ27にも来ていて、まあ、以前から活動している方だと思うんですけど、陽平もなんか現地で会ったっていうふうに聞いたので、その話を聞いてもいいですか？なんかこう新聞の見出しを飾った時ちょっと違和感があって、はいはいはい、インドのグレタさんって書かれてたんですね。けど、彼女は、グレータさんの前から結構、環境活動家として、インドで、活躍してる人で、僕も実際にこう会ってインタビューしたんですけど、なんかこう、特別な存在っていうよりも、むしろ、本当に、自分自身がこう、気候災害の影響を受けて、どうしたらいいのって、純粋に悩んでた中で、活動家っていう選択を選んだわけで、必ずしもその、クレータさんの文脈ではないし、なんか、なんだろう、こう、いわゆる、怒っているクレータさんの様子とかがすごく、なんかセンセーショナルに取り合い開いたけど、なんかそうした方ではなくて、やっぱりね、こう、実際にインドで取り組んでることも彼女自身にもあるわけですし、その、特別な人っていうよりも、自分も実際にこう話をしたし、なんかこう妹が、9歳の妹が、なんか宿題わからないから電話をかけてきて教えてあげてるみたいな、本当になんか、どこにでもいるって言ったらおかしいけど、日本にいる、同い年のこと変わらない一人の人としていたいなと思うし、すごくそれでもこう会議場に上がって抗議をしたっていうのは自分にとっても衝撃だったんですけど、彼女の声がなければ
この交渉の内容も少し変わってたんじゃないかって思う節がたくさんあるので、そうして勇気を持って声を上げたことは、素直に敬意を表したいなって思ってますね。インタビューしたものっていうのは何か今後出せたりするんですか？彼女のインタビューも今後出したいと思うし、まあ、その彼女自身も言っていたのが、こう大人になんか支配されて言わされてるんじゃないかみたいな目ですごく見られる人が多いっていうふうに出てて、はいはいはい、でもそれは違うし自分の意思でやってるんだっていうことを、あと彼女自身がどうしてその活動家になったのかとかも合わせて何か伝えれていけたらなと思いますね。ありがとうございます。もしかしたら言い漏らしてることもあると思うので、あの伝えたいことであったりとか、あと合わせてあの聞いてる方へのメッセージで最後あの傭兵にお願いできればと思います。そうですね、あのコップに行ってやっぱりこうユース、世界のユースといろいろ話す中でいろんなこの国ごとの事情とかに触れる機会が多かった2週間だなと思いました、改めて。でその中にはやっぱりこう言論とか活動自由がない国もある中で、けどその中でできることだったり違う形で結構こう気候運動っていうのがどの国でも進んでるんだっていうことだし、こうことユースに限ってはなんかこう国の対立とかそういうものではなくて、もう気候が危機なんだっていう、そして公平な社会を求めるんだっていう、なんかそうしたあのビジョンっていうのはすごく共通していたし、なんかそれに向かう連帯っていうのが本当に国籍とかあの話してる言葉が違う、もしかしたら一人一人全員違うんじゃないかっていう人たちが一緒にこうアクションを行ったり、こう交渉にアタックしたりっていうのを見てすごく希望にも感じたし、なんか日本でもなんかこう日本に対するアプローチっていうのが一方で少ないなっていうのは感じたので、そうした世界のユースたちがいるんだっていうことをなんか一つこうあのなんだろう、モチベーションにっていうか、なんかもっと日本で気候変動っていうとすごくあの暗いニュースが多いけど、希望を持ってこうチャレンジして変えられるんだって思いを持ってぜひ活動していきたいし、日本に対するアクションっていうものをもっと強化していかないと、やっぱりこう日本があの気候変動に対して負ってる責任っていうのはあのその批判とかも聞いて強いなって思いましたし、だからこそアプローチをしていきたいっていうのは、はい、ということでそのユースに対する希望と日本に対してもっと声を上げたいっていうのを最後ちょっと話したいなっていうところでした。はい、ありがとうございます。本日は高田洋平さんに COP28 での活動やあの、まあ、現地で感じたことなどいろいろお聞きしました。ちょっとなんていうかあの、すごくねこう考えながら話をいただいたので、洋平のなんていうかいろんな発信したかったことっていうのが全て伝わってるかわからないと思います。あのぜひ、あの洋平くんのですね、その発信しているもう一回あの名前を教えてもらってもいいですか？レッドストリングオブクライメート、飛行機の赤い糸で覚えてもらえればと思います。はい、ますインスタのアカウントのリンクの方を概要欄の方に載せておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。あの多分現地での発信、現地からタイムリーに発信してた内容も残っていると思いますし、今後も発信するということですよね。ね、はい、もう本当に伝えられてない情報が山のようにあるので、新年の。いやもうね無理だよね、そのなんかもうあのもういっぱいいっぱい生活するのでいっぱいいっぱいだったと思うし、一人で行ってすごく大変なこともたくさんあったと思うので、まずはあのお帰りなさいって本当は最初に言わなきゃいけなかったんですけど、はい、フライデーソーフューチャー福岡でも活動していると思うので、そちらの方でも今後活動を続けていくと思うので、あのこっちも概要欄に入っておくので、ぜひあの活動を皆さんあのチェックしてみてください。はい、こちらこそいろいろ話す機会いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。
本日は共同代表の中村鈴鹿と山本大輝が配信を担当しています。はい、はい、今年1年を最後振り返りたいと思いますが、振り返ってみてどうでしたか？すごい難しい質問だなって。そうですね。自分で考えてみながら何の観点で話せばいいのかっていうですね。まあでも2023年がもう終わるっていうところで、時の速さにはちょっと驚きつつも、今年1年は気候危機が叫ぶがようやく完成をし、4月あたりにですよね。で、うん、そこから全国を回った1年間だったんですよね。1年弱でしたけど、回ったのは、うんうん、でもなんかいろんな人たちと会ったりだとか、そこで見た人たちがいろんな感情を抱いていただいたりして、うん、なんか私たちじゃ感じ取れなかった部分まですごい、なんて言うんでしょう、感じ取っていただいたので、そういう意味では本当に新たな人たちに会う1年でもあったりだとか、気候危機が叫ぶを通じてであったりだとか、また新たな波を作り出せた1年だったんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい、逆にどうでした、山本さん？そうですね、なんかそういったこれまでやってきた活動っていうのはやっぱりアクション中心で、今年もアクションも並行して僕は私の未来やったりとか、なんか地域でやったりとかあったんですけど、こう伝えるみたいなことをそのドキュメンタリーを通じて、でも伝えるっていうよりもなんか決まってるメッセージ伝えるでも一緒になんか考えるとか一緒に感じるじゃないけどみたいなことをやってみたこと自体は本当にすごく初めてなことだったので、どうなるか全く分かんないままやってみましたけど、とにかくやってよかったなって毎回毎回思うって言って、まあ、一方でなんていうか、自分たちがその4月の時点ではこう思っていたけど、だんだん自分の気持ちの変化もあるなとかいうこともあって、この団体やっててよかったなってすごく思った一年でしたね。本当に去年は一か八かでずっとやってた感があったんですけど、今年はなんか途中から自信がついた感はあったし、あとはその単にこれを見てもらうってだけじゃなくて、どうやらそこからこの気候危機が叫ぶを見て上映会に集まってくださったまあ、その運営メンバーだったり参加メンバーを中心になんかアクションチームが立ち上がったりしてるような話も聞いたりとかしているので、なんかすごくなんていうか、こう定量的に判断できないけど、こういう活動っていうのも意味を持つんだなっていうのは思いますね。うん、いやーですね、なんかまあこの波がまた全国に広がればいいなと思いつつ、気候なんか逆に気候危機が叫ぶって COP27 のことだけなのかなって思ってたんですけど、なんかそれ以上にこう普遍的な何かを伝えてくれるなんかドキュメンタリーになったんじゃないかなって思ったりもして、なんかすごいニュースとは違う消費物じゃないけど、うん、なんかな感じがしたんですよね。まあ来年もまた新たな動きが、ね、私たちの中でもあると思うので、はい、また頑張っていこうと。そうですね、情報をどういうふうに出していくかっていうのも決まってないんですけど、このプロジェクトレコードアンプド5はこれからも続いていくので、ぜひ動向をチェックしていただけたら嬉しいです。はい、今回の参考情報などは概要欄にありますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。そしてこちらで配信されている音声番組はレコード 1.5 のポッドキャストや YouTube からいつでも聞くことができます。また YouTube チャンネルの登録も YouTube のチャンネル登録も忘れずお願いします。はい、はい、最後の最後まで噛み続けましたが、それでは皆さんも持続可能にお過ごしください。良いお年を。また会いましょう。さようなら。さようなら。良いお年を。それでは、気候危機を感じる日々ですが、体調には十分に気をつけ、持続可能にお過ごしください。Record 1.5